そして池山でテロはプラス3、マナオはこれでプラス1。さあ今度は打って変わって池山のペース、中盤うまく使って違う違う画面走り込んだバロンタンか、しかしターンを持っていかせない池山、投げてスタンしている、おっとこれはうまい、かっこいいコンボ決めて、さあ真空波動拳を選択しているかな、まあ、分からない相手、特に分からないネクロには真空波動なんだと本人は言っていましたが、それが今のところあまり機能していないように見えますが、電池はちょっと見てみたいところですね。ターゲットから決めているのはイケアマー、スパンさせて、いいえネクロアッパー開いた、ファイナルライブ。